折り水俣に通じる全長約70キロメートル余りの街道のことです、はい、ちょっと待ってくださいね。この昔江戸時代に鹿児島から江戸に行く時の道のことを筋と呼んでますね。で、はい、ここからこっちへずっと泉を通って、下関まで行くのは泉筋、泉を通っていきます。それからこの白金坂を通って、カジキから栗の湯野を山野を通ってまた一緒になるんですが、これは白、すみません、大口筋で、このカジキから日向の方に行くやつ、あ、これが日向筋というんですね。で、これ篤姫さんはここを通って日向から船に乗って行きましたよね。はい、はい、次行きましょう。はい、次の人。江戸時代の鹿児島藩でガイドのことを続いて読んでいました。はい、都内の主要ガイドについては明和神従来の小倉筋を、泉筋を、西筋に、東、上筋を、高岡筋に呼び名を変更しています。はい、いいですね。はい、次の人。はい、鹿児島県市には主要産出筋がついて、これ以外により大阪、江戸へ連絡するのは通常、泉筋、大口筋が、豊前筋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 、ね、ここですよね。こっちに行くか、宮崎の方に行くか、あ、泉を通って、小倉に出て船に乗るんですね。はい、次の人。神町。神町。大龍寺。アメリカ。Thank you.